合格しました。今はですね、蔵元、要するに蔵のことについて勉強したい。海鮮問屋は先ほど紹介ありましたけど、苦手な世界になりまして、ましてや蔵のことについては全く分かりません。だもんですから、私でいいんですかというように言いましたら、そしたら、その蔵以前に、清水の港について、海鮮問屋のことについて、知りたいんだから、一般的な話でいいっていう、そういう話だったものですから、それじゃあ私が唯一知っているのは、先ほど言いましたように、帰還清水に書きました、我が先祖のですね、海鮮問屋の最初の関わり合いの部分については、ある程度調べたものですから、それについてお話をするということで、今日引き受けしたわけです。従いましてですね、皆さん方に期待に応えられるかどうか、私は本当は朝鮮通信史というですね、マイナーな世界を、ひょんなことから勉強することになりまして、余分な話になりますけど、今年、静岡県の高等学校の入学試験で、朝鮮通信史の問題が出たんですね。これは実は12年ぶりぐらいに出た問題で、私は出たと大変感動したんですけども、第1回目に10年ちょっと前に出た時に、この問題はですね、正解率がどのくらいだったのかと言いますと、100点満点、この問題1つだけ100点満点と言いますと12点、全部の問題の平均点は100点満点で言うと55、6点。普通試験を作るときには大体そのぐらいの平均点を出すようにして問題を出しまして、12点というのははっきり言って、まあみんな0点なんですね。ほぼこういう感じになるわけですね。あまりに出来が悪い。それで、どうしてこんなに出来が悪いのか、当然のことはあまり知られていないと。で今年出たものですから、どれぐらい知られるようになったのかな、10年と。それで、研究員が発表する、6月に発表するものですから、それを見たらですね、今回は大幅に、好転したんですが、それでも28点です。まあ2倍以上になったんですが、まだそんな、したがって最も出来の悪いものなんですね。で皆さん方も多分ご存じないと思うんですが、実は私自身も高校の教員をしながら朝鮮通信史のことはほとんど知らなかったんですが、江戸時代の外交は決して鎖国ではありませんで、朝鮮と密接な交流をしておりまして、江戸時代の日本人で、朝鮮の国から使いが来るというのを知らなかった人はいなかったと言っていいと思います。全国つつうらうらですね、朝鮮から使いが来た。静岡県の現状はいかがでしょうか。高校生は28% しか知らないんです。高等教育を受けているはずの今の子どもたちが知らないんで、何にも教育を受けてない、昔の人が知っている。なぜ知っているかと言いますと、税がかかるからです。昔の税っていうのは、何か起こるたびに、1人、あるいは国高に応じてっていう形でかかってきますから、政治情勢がビンビンとくるわけです。ですから例えばサッカーをやるということになるとですね、オリンピックをやるというと、今の我々はいいんじゃないなんて言いますけど、江戸時代で言いますと間違いなくいくら出せると。前にワールドカップが開かれた時に静岡県のが負担したのは、静岡県が負担しましたけど、大体1人当たりどうも2、3万円ぐらいの負担になるんですね。ですからいきなりその2、3万円負担しろなんて言ったらですね、かなり暴動が起こると言いますかですね、でも江戸時代はそうだったから皆さん非常に関心を持ちましてよく知ってました。でもそれと同時にですね、江戸時代の人はこの、ね、外国から来た施設を大変楽しみにしまして、韓流ブームというのが起こりましてですね、最近も起こっていてもですが、桁が違います。東海道を通るぞーっていうとですね、遠州に横須賀っていう城下町があるんですけど、掛川から約10キロ離れています。そこの城下町が空っぽになったんです。皆さん、空っぽになったって理解できますか。人がいなくなっちゃった。
私はその事実を知った時に、と思いました。どうして分かったかと言いますと、当時の日記があって、組頭、今で言うと町内会長、あるいは副会長ですね、町内会長たちは夜昼見回りをするように、なんでそんなことをするのかなと思ったら、いなくなっちゃうからです。で、夜昼というのはですね、実は泊まり込みで見物に行くんですね。で、調べたら4泊も5泊もするような女性の方々もいるんですね。追っかけをするんです。掛川まで行ってずっとついて大井川を渡るところを見るとかですね、もうその凄まじい熱狂ぶりなんです。だもんですからそれが病みつきになりまして、今いろいろ勉強しているんですけど、大変面白いです。ところがそういうことをやっていたら、お前は歴史をやっているから、しかもお前の先祖は、海鮮丼屋だったらしいから、話をしてくれと頼まれまして、知らないと言ったら知らないはずはないということで大弱にしまして、で仕方なしに調べたのが、その戸田書店で発行しました機関新聞ですね。一部始終その通りで、私のその実践がそのまま書かれていますから、もしよかったら定価500円ぐらいですので安い本だと思いますので、よかったらご覧いただきたい。で、確かにうちの先祖は、清水港の海鮮丼屋の一軒がありまして、しかし我が家には蔵はありません。もともとはあったんですが、非常に大きい蔵があったそうです。うちの親父おふくろの話、その他の話を聞きますと、おかごがぶら下がっていた。で、これはお嫁さんに来た時にお嫁さんが乗ってきたおかごである。まあ、お姫様じゃないんですけれども、どっかの大きなお宅のお姫様が乗ってきたもので、その家の家紋がついていたと。そして蔵の中にはいろいろなものがあったらしいんですけど、この前の戦争で木っ端みじんに吹っ飛びました。我々が戻ってきた時に子供ながら瓦礫の山でした。瓦礫の山っていうのはこういうものか。そしてまだ本がですね、読めるような感じで完全に燃焼しないんですね。こう 字のところなんか読めるように、こうめくればパラパラパラってなっちゃいますけど、そういうようになったのよく覚えています。しかし直撃弾を食わなかったお宅の蔵はかろうじて残りまして、まあそれを皆さん方がですね、ちょっと調べたいということのようですが、我が家も残っていたらですね、お見せすることができたんですけれども、まあその点は非常に残念に思います。ところでですね、今日は私は概括的な、話をすればいいということなので、ちょっと皆さん方にですね、長い間教員をやったんですが、すぐですね座ってる人もいるとですね質問したくなる癖がありますね。皆さん方、ここは何県か知ってますか？ちょっとクイズに詳しい人は分かるんですけどね、あそこにこう末広さんっていうのがありますけど、あそこは何県か？静岡県に決まってますよねと思いますが、実はあそこは山梨県なんですね。その実は山梨県有地があそこの末広さんから、ずっと向こう側に至ると一角がですね、でさらにそこに広い道がありますけど、あの辺も元は山梨県で、それで川べりのところまで山梨県です。今でも山梨県がそこのところを持っていましてね、20年近く前は山梨県議会で問題になりまして、清水の土地はどうなってるんだ、もっと活発な活用をしなければいけないんだ、一時パチンコ屋なんてなったそうですけど、一大パチンコホールを作ればですね、山梨県のパチンコができるとですね儲かるというようなことでもって、議会で問題になったことがあるそうですけど、実は山梨県が持っているんですね。で、なぜ山梨県が持っているのかということですけど、実は江戸時代山梨県のお米がここまで、山梨県のお米って変な言い方ですけど、要するにですね、甲州藩の海米がですね、ここに運ばれてきて、それで一旦置き場になりまして、大きい船に積み替えて江戸まで持ってったものですから、それで便宜上山梨県がですね、ここの土地を譲り受けるという形になって、それが明治以後ずっと続いてきたという形なんですね。ですから、ここは
山梨とですね、大変この密接な関係があるんですね。でも清水の人があまり意識したことがないですね。多分だからよくこういうところへ来てクイズ問題出すときに、ここは何県でしょうなんていう問題が出るんですよね。それで今言ったようにそういう点で山梨県との関係もあるんですけれども、名字もですね、山梨県との関係が濃厚なんですね。清水で断然多い名字というのは何ていう名字かと言いますと、望月なんですね。でこの望月っていう名字は実は全国的に見るとさほど多くないんですね。ところが山梨県の梶川沢からずっと南、山梨県は北の方、北東の方に来ますと望月というのはないというと嘘ですが、ないという理解の仕方の方が正しいですね。梶川沢から南が濃密に展開しまして、早川町っていう小さな町があるんですけど、そこの中学校では生徒を名字で呼ばないそうです。名前、なぜかというと望月っていうと半分望月だそうですから、役に立たないものですから、電話をかけて聞いたら必ず名前で呼ぶことにして、でまるでそのお米が来たルートに従いまして、あれですね、清水のこの辺りまで望月が多くて、こう今度三保の方へ行くと望月という名字は今はもちろんありますけれども、全然名字の形が違うんですね。従いまして、ここの場所っていうのはそういう点からするとここにとどまらず山梨県との関係が非常に強いと、そういうことが言えると思うんですが、ところでですね、じゃもう一つ問題出したいと思うんですが、1枚目のですね、この歴史の右側の清水市の地図をご覧いただきたいと思います。江戸時代の清水港というのはどこかお分かりになりますか？ベルケール博物館では時々質問があるそうです。今の港は分かったけれども、昔の港はどこですかってよく質問される、同じ場所でいいですかと、そういう質問されるそうですね。皆さん方は清水の方が多いでしょうか？じゃあでも清水の人でも意外に知らない人がいまして、清水港ってどこにあるんだと、いうようなことを聞く人もありますけど、それはですね、巴川という川がありますか？巴川という川がありますと、その川に沿ってですね、最初左側、西側に進みますけど、すぐですね、北西の方向に向かってずっとこう伸びていきます。その曲がってちょっと行ったところにですね、箕輪町っていうのがありますけど、お分かりになりますからね。箕輪町、続いて中町、そして本町ときまして、上2丁目、上1丁目、ずっと行って千歳町の手前までですね、上1丁目まで、上1丁目から箕輪町まで、ここが清水港です。で細かい町名で言いますと、八花町ありまして、これはレジュメの方のですね、5番のところに4ページですが、4ページのところに書いてありますが、上1丁目、上2丁目、本町、黒町、元魚町、新魚町、中町、箕輪町、読み方ですが、本町っていうのがですね、本町の読み方なんですね。今ですね、市役所はですね、本町って呼ばなきゃいけないって言うんですよ。でもそれは最近ね。